สวัสดีครับผม TJ ครับはい今我々がいるタイのバンコクなんですけども、まあ、絶賛ロックダウン中でございます、はい、まあ、ということでやっぱり撮影もやっぱり限られてくるんで、はい、まあ、今週からまあ新企画ということで、はい、まあ、1週間のまあタイニュースということで、はいはい、まあ、我々の方でちょっとなんか面白そうなニュースとかでそういったのをピックアップして、はい、ちょっと動画内にね皆さんにご紹介していこうかなと考えてます。はいはい、はい、まあ、現状が現状なんで、はい、コロナ関連のニュースがやっぱり増えてしまうんですけども、はいはい、まあ、そんなにコロナ以外のなんか面白いニュースとかね、うん、なんかタイっぽいようなニュースなんかもちょっとねピックアップしてるんでね、まあ、最後まで見ていただければと思います。はい。はい、で今回なんですけれども7月の12日から18日までの1週間のニュースをね、はい、まとめました、はい、でまずは7月の12日から、はい、まあ、タイ国内での、そのコロナ の、 まあその陽性者数の人数を12日から、ね、はい、読み上げていきたいと思います、はい、7月の12日陽性者数の方が8656人で死者の方が80人、7月の13日陽性者数の方が8685人、死者数の方が56人、7月の14日陽性者数の方が9317人、死者数の方が87人、7月の15日陽性者数の方が9186人、死者数の方が98人、7月の16日陽性者数の方が9692人、死者数の方が67人、7月の17日陽性者数の方が1082人、死者数の方が141人、7月の18日陽性者数の方が11397人、死者数の方が101人、ということで、まあ、1週間の、まあ、陽性者数の方は、ね、このような感じとなっております、まあ、こちらを見ていただいて分かるかの通り、もうついにタイの方でも大台の1万人まあ、超えてしまいました。で、まあ、そんな中一応ねこのタイのバンコクでもロックダウン中になるんですけども、結構まあこのコロナに関連した、まあ、タイ国内 の、 その医療崩壊を表しているニュースなんかもあるんで、うん、まあ、そういうニュースをちょっとねこの後読み上げていきたいと思います、はい、こちらご覧ください、まあ、こちらなんですけども、まあ、ラマニ西エリアというエリアがありまして、はい、まあ、ラマニ、ラマ2と呼ばれてるんですけど、まあ、そのエリアには病院のまあ、横で撮られた写真になります、はい、まあ、これ何を表しているのかと言いますと、まあ、その病院のまあ病床が足りてないんですよ今現在、ベッドが足りてなくて、はい、でこちらに写っているのは皆さんやっぱその感染者の方になります、でそのまあ病床待ちをしているということで、まあ、病院の横にあるまあこのエリアでとても地面にねマットなんかを引いてこうやって横になってもう病床待ちをしているんですよ。なるほどなるほどなるほど、うん、でこれもよく見てもらえば分かるんですけど、普通にも横にはもうゴミとかがあるような、うんうんうん、ね、まあ、そういったまあ空き地みたいなスペースで、はいはい、これは何を物語っているのかというと、本当に今現在このタイのバンコクではもう医療崩壊がしてまして、うんうん、まあ、こういった形で感染者の方がそうまあ苦しい思いをしているという現状なんですよ、はい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 、結構これ衝撃的ですよね。これ衝撃ですね、うん、だから結構もう家で待機してるとかっていうのは聞きますけど、うん、こういう状況になってるとは知らなかったです ね。だってこの写真なんかも SNS で僕何度も見かけて、これ結構もうそのタイのニュースでも取り上げられてましたからね、はいはい、こちらで次なんですけれども、まあ、そのまあ海外に在留しているまあ日本人向けのサービス、まあ、海外在留邦人向け日本一時帰国時のワクチン接種事業というのが、うん、まあ、こちらの、ね、まあ、在台日本国大使館の方からまあメールが来まして、はい、でこちらがまあ7月の19日から予約の受付を開始するということで、はい、で僕正直このニュースを見て思ったのが、あ、だったらもう日本に帰国しても日本でワクチン打っちゃおうと思ったんですよ、うんうん、だって今現在タイでもワクチンは打てるんですけども、やっぱりその無料でワクチンを打つってなると日本でワクチンを接種するみたいにファイザーとかモデルナって選べないんですよ、うんうん、でもしモデルナ製ファイザー製のワクチンを打つってなっても、まあ、10月以降っていうふうに言われてるんで、ねえ、まあ、そうなってしまうとそれまでちょっとこっちでもうね果たして大丈夫なのかちょっと不安になるやっぱ面があるんで、それも現状炎上なんで、はいはい、でまあ、それであればもういっそねこのねワクチン接種事業に応募してもう日本行ってもうちょちょってワクチン打ってまたタイ戻ってこようと思ったんですよ、はいはい、うん、でも先ほど、まあ、日本にいる友人に、まあ、こちらにまあ問い合わせ先ってあったんで、ね、こちらにまあ電話をしてもらって、
まあ、タイ在住の友人がいるんですけど、でこちらの日本一時帰国のワクチン接種事業、こちらを利用しようと思ってるんですけども、もう予約ってどんな感じなんですかって聞いてもらったら、うん、早くても2ヶ月後と言われました。2ヶ月、だって予約開始してないのに2ヶ月。そうなんだよね。だって予約開始するのは7月の19日の月曜日から、ね、受付開始で、こちらのその接種事業が始まるのは8月の1日からなんですよ、うんうん、だから僕の中でもてっきり、まあ、19日に予約をして、まあ、8月の頭とかにはもう日本戻ってワクチン打てるんだろうなって思ったら、なんでも早くても2ヶ月後って言われて、うん、ってことは10月ぐらいか、うんうん、そうなるとタイにもモデルナ製のワクチンが入ってくるから、うん、だったらわざわざ日本で打たなくてもいいんじゃないかってなって、うんうんうん、そうだからね、ちょっともう困惑はしてるんですけど、なんでそんな巻きになっちゃってんのかね。いや、ね、正直わかんないけど、でもほら俺らの場合ってもうタイに、ね、在留してる法人じゃない、うん、でもこれってもうタイのみならず多分世界中、まあ、アメリカとかアジアとかヨーロッパとか、うん、もういろんな世界中にやっぱ法人をやっぱターゲットにしてるような事業なんじゃないかなと思う。なるほどね、うん、だから、うん、もしタイにいる法人は2ヶ月以降から開始するとか、うん、なるほどね、何かしらはそういったね、話があるんじゃないかなって、まあ利権だとかなんとかわかんないですけど、まあ、ありそうですよね、まああのね、僕らには多分関係ないようなね、そういった話があるんだと思います、はい、大人の事情がありそうですね、そう、はい、じゃないかなと思います、はい、なのでもしね、あの僕みたいな感じでこれをちょっとあのね接種をね希望される方はね、よく確認してから、ね、はい、受付してみてください、はい、はい、でまあ、次なんですけども、はい、まあ、このタイでは、まあ、バンコクを中心にまあロックダウンが始まって、はい、まあ、ロックダウンってまあ具体的にまあ夜間外出禁止令なんですよ。まあそうですよね、だからもう出たら逮捕です。逮捕です、ね、そう、罰則なんで、はい、でやっぱり夜間外出禁止令って言っても出ちゃう人は出ちゃうんですよ、うん、まあまあね、正直だってもう夜中なんか僕も部屋からね、コンドミニアムの部屋から外見ると、うん、なんか走ってますもん、バイクとか、うん、ちょこちょこ。でもってもこちらのニュースなんですけども、はい、やっぱりその逮捕者の方がね、うん、出ております。あ、もう始まっていつですか、翌日ですか。いや、これもう初日ですね。初日、うん、なんでまあ初日の12日からまあ13日にかけて、はいはいはい、うん、とまあこのロックダウンで夜間外出禁止令が出てる県での合計の方が、はい、まあ、どうやら299人うわ結構出てますねの方がまあね逮捕されたということで、はい、記事に上がっております。なんか罰則が腕立て伏せだったみたいなのもなんか見たな。あ、見た見た、うん、なんかそのね、確かバンコクじゃなかったよね。バンコクじゃなかったね、うん、バンコクでの前違う県にはなるんですけども、でその罰則でなんか腕立て伏せ、そんなにニュース僕も見て、はい、でなんかツイッターの方でもね、それすごい話題になってたみたいで、うん、だったらもうタイだったらもう夜間外出禁止令破れば筋トレできるマッチョになれるみたいな、うん、そんなねツイートを見かけたんで、はい、まあ、タイらしいはタイらしいですけど、でもやっぱりこれはねもう、まあ、禁止令なんで、はい、少なくともこの動画を見てる方々には守っていただきたいなとは思います、はい、で次なんですけども、はい、皆さん記憶に新しいと思うのが7月から開始されたプーケットでのサンドボックス、はい、まあ、こちらがもうそのサムイ島の方でも、ね、7月の15日に開始されたんですよ、はいはいはい、でもその名もサムイプラスモデル、サムイプラスモデル、うん、なんかまあこれだけ聞くとあのガンダムのなんかデルタプラスみたいな、なんかそれっぽい、ね、名前ですよね、はい、デルタプラス、ユニコーンガンダム出てくるやつかっこいいよそう、でこのサムイプラスモデル、まあ、7月の15日から始まって、まあ、最初のそのグループ初日、はい、まあ、果たして何人がそのサムイ島に訪れたのかというと、はい、まあ、こちらバンコクエアウェイズの PG5125便、はい、まあ、初飛行だったんですけども、外国人の方合計で、5人が到着しました。少ないな。だからすごいですよね、その5人はサムイ島貸し切りです、うん、まあ僕正直そのプーケットの方では結構人数多かったじゃないですか、うんうん、なんでサムイ島の方もそこそこ集まるんじゃないかなと思ったんですけど、まさか一桁しかも5人かと思って、うん、ね、これはまあちょっとびっくりではありましたね、うんうん、まあ果たして今後どうなるのかって感じですけど、はい、でまあ次のニュースなんですけども、はい、まあ、プーケットです、はい、プーケット、まあ、サンドボックスがもう始まったプーケットのニュースになるんですけども、これはちょっとね、あまり良くない内容になってきちゃうんですけども、うんうん、はい、まあその何でもプーケットで闇カジノなるものが
行われていたみたいで、まあ、なんでもこれもホテルの一室で。ホテルなんですか？そう。で、なんかその闇カジノが行われていたみたいで、はい、で、なんでもその27人の方がもうこれで逮捕。うわ、結構いいですね。それでなんかその政治家の方もなんか関与してたみたいで、うん、これはね、ちょっとまあびっくりしましたね、うん、これはさすがにちょっと。でもやっぱりタイってこういったなんか闇カジノとかギャンブルでの逮捕ってめちゃめちゃ多いんですよ。あ、うん、これはやっぱりそのプーケットに限ったことではなく、うん、結構バンコク市内でも結構タイのニュースでちょこちょこそのギャンブルとか、うんうん、闇カジノみたいな感じでやってて逮捕されてる人らって多いんですよね。そうですね、うんうん、コロナ禍入ってからもちょこちょこありましたし、でもこれがまさかそのサンドボックスが行われているプーケットで確かね、起きていたのかって、なんかこれだけ見ちゃうとすごいプーケットのイメージが下がってしまいますよね。確かにね。でもこれニュースによると、うん、まあ、サンドボックスを利用して入国している外国人の観光客が、まあ、遊んだわけではなさそうなんで、なるほどね、うん、そう、多分なんかプーケットにいるタイ人の方々向けの、うん、闇カジノなんじゃないかなと思います、はい、で次のニュースなんですけども、はい、ちょっと面白いニュースです。まあ、ちょっと面白いというか、タイ人らしいと言いますか。はい。まあ、こちら、ですね、コンケンケンの、まあ、20歳のパンナトーン君っていう、まあ、男性がいるんですけども、はい、まあ、こちらね、写真ご覧ください。ね、これ、おでこに入れ墨を入れたんですよ。タトゥーを。で、これ書いてあるのが、ジェポラサポケンって書いてあって、はい、まあ、これ意味の方が、愛するがゆえにまあその傷つく、うんうん、でそのまあ自分のその戒めのためにまあこのねタトゥーを入れた、戒めゆえにこれを刻んだみたいな、そういった意味合いがあるんですけども、なんでもまあそのまあ付き合っていた彼女、はい、元カノと別れて、でなんか今までのその元カノだとか、そのなんかその今の自分のその行いと言いますか、はい、そう、やっぱり自分がそのね、今までも本気で愛してきたけど、やっぱりちょっと別れてしまって、まあそのなんか自分自身の戒めみたいな、そういう意味合いで、はいはい、なんかもう、今後はもう誰も愛さないっていう、その誓いみたいな意味合いで、そのおでこに、ね、このタトゥーをね、こうやって入れちゃったみたいで、で、これでなんかすごいネット上で話題になってて、いや、イケメンなんですよ。もうかっこいいんですよ。でも普段前髪あるんで、これ見た感じ。だからまあ、ね、おでここうやってあげなきゃね、その入れずに見えないですよ。ここに、ね、もうがっつり入ってるんで。なんかこれってタイ人らしいですよね。はい、で次のニュースなんですけども、はい、まあ、ウィークエンドマーケットで有名なチャトジャック、はい、まあちらが閉鎖、まあ、7月の29日まで閉鎖なんですか？まあ2週間ですね、うん、ってことになりました。でもこれは正直あのいい判断だと思います。うん、確かに。やっぱり今現在って市場とかナイトマーケットってまだ閉まってないんですよ、うん、空いてるとか空いてるじゃないですか。で僕らも先ほどねあのプラカノの方通ってきましたけど、はい、あれ市場ナイトマーケットだよね、うんうんうん、人すごかったよね。すごかった、うん、なんでやっぱりこの状況下であんなに人がすごいともう絶対クラスターの可能性もありますし、うん、ね、今現在ねもしね感染してしまったらもう病床も空いてないしやっぱり大変なんで、うんうん、やっぱりね、うん、閉鎖しちゃった方がいいんじゃないかなって。でもやっぱりそのお店の方とかその仕事とかそういった面考えるとね、うん、難しいんでね、もう果たしてどうしたらいいんだって感じではありますけど。マジでそうそう、うん、まあただでも現状はそのチャットチャック2週間閉鎖となったそうです。で次のニュースなんですけども、はい、まあ、それにちなんだってわけじゃないですけど、はい、まあ、ちょっと前のその規制でその建設現場のその建設キャンプ、はい、まあ、あれも閉鎖されたじゃないですか、うんうん、そう、まあ、基本的にあの移民労働者の方がほとんどだったと思うんですけども、うんうん、どうやらこちらね、まあ、1枚の写真が投稿されまして、はい、なんでもこの建設キャンプに、まあ、1匹のその野良犬ワンちゃんがいて、はい、なんかねこの投稿者の方は、まあ、車でここをこうやって毎日運転したんですけど、このワンちゃんはもういつも座ってなんか食事を待つような感じでずっと待ってたみたいなんですよ。で、うん、まあ、そのこの写真を上げた方、投稿者の方は、はい、でそれを見てもう本当にかわいそうだと思って、はい、やっぱりその建設キャンプ今閉鎖されてるけど、うんうん、またここがね開いて、うん、もう建設者の方々が来ればご飯もらえるようになるじゃないですか。そうですね、うん、だからそれまでこの投稿者の方がもう実際にねもうご飯とか餌をこうやって毎日ね通ってねあげます
ってことで、でやっぱりこういったコロナの規制とかこういった措置で影響を受けるのはもう人間だけではなく、うん、こういった動物のね一つの命もやっぱりこうやって影響を受けるわけなんでつって、ね、それを知ってもらいたいですってことでね、そう、SNS 上に投稿があって、はい、でこのねワンちゃんの写真もなんかすごいもう切ない感じで、うん、もうずーっとこんな感じでね、でもいい話ですよね、これはいい話ですね、はい、うん、そう、なんかもうタイ人のね心温まる優しい話かなって感じで、うん、はい、で、まあ、次のニュースになるんですけども、はい、まあそんないい話から一転、はい、ちょっと強烈なニュースです。まあ何でもね、我々日本人もね多く滞在してる、まあ、このスクンビットの、まあ、ソイの31、うん、うんのホテルで、なんでもそのホテルのまあ一室で、うん、なんかパーティーをしてたみたいで、なんでもそのパーティーがもう薬物パーティーになるもので、あのまあ覚醒剤だとか、うん、ケタミンだとか、うんうん、まあそういったものを用いて、うん、なんだかんだ合計で21人の方が、うん、もうソーシャルディスタンスなど守らず、はい、もうお酒を飲んで薬物を摂取しているパーティーがあって、まあ、そこに警察が押し入って、うん、まあね、全員逮捕されたっていう。なるほどね。こんなね、もう7月の16日っていったらもうロックダウン真っ只中ですよ。確かに、でよくそんな状況下でこんなことできますよね。確かに、5人以上の集まりはね、ダメですからね。そう、ね、5人以上ダメなんですよ。その5人以上っていうのはね、一緒にご飯食べるのダメですからね、はい、そう、集まってはいけないっても言われてるんで、でも彼の場合は、ね、5人以上集まっちゃって、お酒も飲んじゃってるし、薬物もやっちゃってるし、パーティーしちゃってるし、もうこれ大変です。まあ、31って言ったら日本人も多いエリアですか。多いですよ、本当に、はい、あの辺りホテルも多ければコンドミニアムなんかもやっぱ在住してる外国人の方も非常に多いエリアなん で、ね、まあ、そんなとこでね、まあちょっと良くないなって、はい、これはダメだろっていうような、ね、ニュースでした、はい、はい、ということで、まあ、今回なんですけども、まあ、新企画の、まあ、1週間のタイニュースということで、はい、まあ、ざっくりとさまざまなニュースをねお話しさせていただきました、うん、で今現在やっぱりそのロックダウン中になりますので、うん、まあ、やっぱり動画撮れる動画っていうのも限られてくるんで、はい、まあ、来週以降もですねこういった形で、まあ、1週間のタイニュースみたいな感じで面白そうなネタをちょっとピックアップして、はい、皆さんにねお話ししていこうかなと思いますので、はい、はい、なんでね今後も楽しみにしていただけようと思います。はい、はい、では本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。